風邪薬や頭痛薬など私たちの周りにある薬、その説明書には妊娠していると思われる人は服用してはならない、または医師に相談するよう書かれています。すくすく赤ちゃんねる。妊娠中のお薬どうしたらいいの？今日は妊婦さんに優しい漢方薬のお話です。この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。妊娠中の薬はお腹の赤ちゃんへの影響を考えてなるべく服用は控えた方が良いとされていますが、風邪をひいたり薬が必要な持病がある場合はどうしたらいいんでしょうか？症状によってやはり必要と判断されたものはかかりつけの先生と相談しながら飲むことはできると思います。昔からよく使われているお薬で、漢方薬もあります。そういったお薬は、比較的安心に使えるお薬の一つでもあるかと思います。漢方薬は植物など自然の生薬を組み合わせた薬、病名ではなくその人の体質や症状に合わせて処方されます。例えば冷え症って言ってもすごく太った方もいればすごく痩せてる方もいらっしゃる。それでガラッと180度違う漢方を出すんですね。そのため医師や薬剤師の指示を守って正しく服用することが大切。妊娠中の女性によく使われている漢方薬は牛気強外湯。血を補ったり止血する作用があり、妊娠中の出血を防ぐために用いられます。また当帰芍薬散は妊娠中だけでなく月経のトラブルや不妊症、更年期障害など女性特有のさまざまな症状に広く使われています。妊娠してもあるいは授乳中でも全然安心な漢方薬もあります。で、絶対ダメっていう漢方薬もありますから、本当に専門家のところ行ってきちっと聞くといいと思いますし、ぜひそういう方がいらっしゃっていただければ。すくすく豆知識。妊娠に気づかないまま薬を飲んでいた場合には、お薬服用された後に妊娠気づかれる方もいます。その時は慌てずですね、産婦人科の先生に相談していただいて、それで問題なく元気なお子さんを出産される方もたくさんいらっしゃいます。来週のテーマはママと赤ちゃんの命を守る妊婦健診。